タラスシェフチェンコ記念ウクライナ国立歌劇場は、ウクライナの首都キエフにある歌劇場。正面の外観現在の歌劇場は1901年に完成。設計者はビクトル・シュレーター。1867年にフェルディナント・ベルガーが歌劇場を設立。当初は1856年建設の建物を用いていたが、1896年に火災により、 消失したため、1901年に、ビクトル・シュレーターの設計により、ネオルネサンス様式の現在の歌劇場が建設された。1867年の夏に、フェルディナンド・バーガーによって建設された。バーガーは、多くの才能のある歌手、音楽家、指揮者を招待することに成功し、キエフ市議会は、新しく結成された劇団に、私立歌劇場を公演に使用するよう提案した。 正式には劇場は私立歌劇場と名付けられましたが、最も一般的にはロシア演劇と呼ばれていた。公演の初日の1867年11月8日は、市では休日になった。アレクセイ・ベルストフスキーによるオペラ・アスコルドの墓のパフォーマンス劇団のデビューだった。最初の成功は、O。サタガノガワショコバ、カイ。リボフ、M。 アグラモフの当時の才能ある歌声だけでなく、都市の古代史のいくつかの主要なページから取られた魅惑的なプロットに起因している。建物の上部にあるグリフィン火災後、キエフ市議会は、キエフの歌劇場の新しい建物を設計するための国際コンペを発表した。優勝した提案は、ビクトルシュレーターによるものだった。外観は、ネオルネッサンス様式で設計され、 俳優と観客の要望を考慮していました。内装は古典的なスタイルに再設計され、ウィーンモダンと呼ばれている。しかし、彼の最大の功績は舞台であると考えられている。これは最新の技術水準に基づいて設計されたヨーロッパ最大の建築物の一つである。ザ・キエフ・シティ・シアター・イン・ザ・アーリー 1900S ・オペラ、ディピクテッド・オン・ウクライナ、S。 インターイムバンクノトイン 1990S20 世紀の最初の10年間、キエフオペラ劇場は O、ペトリアッシュ P、トセコビッチ K、ボーラナッツ M、メドベージェフ K、ブラン O、モシン O、ケイミアンスキーなどの最も優れたウクライナとロシアの歌手を魅了した。 インテリアオブザ・オペラ・キエフが成長し始め、第一次世界大戦が終結すると、キエフ歌劇場は、ソ連と世界で特別な場所を占めまた。キエフオペラ劇場は、ウクライナとロシアで最も有名な劇場の一つと、みなされていた。カート・アドラーは1933年から1935年まで、最初の指揮者だった。 1981年、オリガオブキエフの生涯を題材にしたバレエのワールドプレミアが死の1500周年を記念して行われた。ありがとうございます。